鮮やかな深い緑色が魅力的な抹茶。そこにフルーツや白玉などが添えられています。実は熱々のフォンデュなんです。かぼちゃにつけていただきます。かぼちゃの甘みが抹茶の苦さと非常によく合います。札幌市豊平区の日本茶カフェです。スイーツとセットになっている日本茶、食後の締めにあるサービスが驚きです。薬味とポン酢をお持ちいたしました。まず運ばれてきたのは鰹節と味噌。鰹節にはポン酢を合わせるといいます。茶葉をお箸でこちらによそっていただきまして、お食べください。一度使った茶葉を食べる。そうです。お茶を入れた後に急須に残った茶葉、捨ててしまいがちですが、なんと美味しく食べることができるといいます。気になるお味は。茶葉の苦味がポン酢と一緒に食べることでまろやかな味わいになっています。お茶の産地で茶葉を食べるっていうことをやっていたので、お家でも楽しんでいただきたいと思いまして。おうち時間が増えたことで日本茶の需要が高まり、こちらのカフェでもこの1年で来店者数が2倍ほどに増加しました。ほっこりするなと思って、寒くなってくるとお茶にしようかなと思うこと多くなります。焙煎したほうじ茶の良い香りがいっぱいに広がる札幌市中央区の日本茶専門店です。全国各地の日本茶およそ300種類を取り扱っていますが、急須がすごく売れています。売れ行き好調なのが急須。お茶を自分で入れたいという人が増えたといいます。より美味しく飲むにはコツがあるといいます。まずはお湯の温度、沸騰したお湯を一度茶碗に入れて冷ますことで苦味が少なくなるといいます。そして茶葉を入れた急須にお湯を注いだ後が次のポイント。この待つ時間なんですよ。ここをねちょっと長くすることによってすごく美味しくなります。煎茶は40秒ほど待って茶碗に注ぎます。旨味が凝縮された最後の一滴までしっかり入れたら完成です。美味しい。日本茶の場合はお湯加減だとかお茶の量だとか選ぶお茶によってすごい種類の味わいがあるんです。その辺が魅力じゃないでしょうかね。体が冷えるこれからの時期、身も心も温めてくれる日本茶、今後も人気は広がりそうです。